ヤッフー YouTube どうもなぎです。さて今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうと思います。はい、で今日はですね、はい、彼ですね、妻夫木聡さんですね。妻夫木聡やってなかったんだよ、なんか調べると自分のあれで、ね、うん、この間ね、あのアカデミー賞も出てましたけども、妻夫木さんのヘアスタイルいくつかやらせていただこうと思います。で、まあ、この時は、まあ、あのシンプルなショートです。あのけどあの重め、ミニ上 1,2 センチぐらいまでしか刈り上げてない。で、ボンノックをしたぐらいまで重め重めにこう残して刈り上げてる。で、ここの幅を広く取ってるっていう。で、横にこう髪の毛がちょっと多めに出てきてセットしてるって感じですね。で、妻夫木さんの場合結構髪の量結構濃かったりとか多かったりとかするので、そういう人の方がこういう質感だったりとかセットでなりやすいバランスですね。で、妻夫木さん顔ももちろんすごいちっちゃいってのもあるんですけど、おでこしっかり広くて顔がちっちゃいけどもちょっと面長っぽいようなバランス、まあ痩せてたりとかもするんですけど、なのでショートとかだったらこういうちょっとこう鉢までっていうよりかはちょっと重めにカットしてあげてバランスをとって、ここのね横の幅を狭いんじゃなくてちょっと広めにとってあげた方がバランスというか顔とヘアスタイルのバランス的には一番いいと思います僕は。うん、でこの時なんかは、まあ、パーマかけてやってますね。うん、で、七三分けして、中刈り上げて、上から被せてきてるっていうシンプルな2ブロックのヘアスタイルです。うん。まあ、2ブロックなんですけど、どうなんだろうな。このね、いろんなやり方があるんで、一概になんとも言えないんですけど、ここの部分だけ刈ってあげてもいいんですよ。このこめかみ部分から、この耳上、丸の、この部分、こっから下だけ、こっから下だけを刈って、で、あとはこう横に後ろに流して耳にかけて、で後ろは例えばこのボンノックの下ぐらいまでちょっと重めにちょっと甘めに刈り上げておいてつなげるような感じにしておくといいかな。ただ上のバランスでこう持ってきてるんで、あんまりここ下にあんまりこのなんかもう1センチとかもうちょっとしか刈り上げないっていうんだと、ここにバランス持ってきてるのに後ろが長いとちょっとバランスが悪いんですよ髪型って。絶対的にこれはもう男性分かってると思うんですけど、なのでもうまあできればボンドクボぐらいまで甘めに短めにしてあげると上と下とのバランスが取れやすいんじゃないかなと思います。あとはもうパーマかけるなり直毛の人だとね、僕とかもすごい直毛でもこれ後ろにこうやって流してますけど、こういう風にこういう直毛の人とかだったらもうパーマ緩くかけて毛先だけかけて、別にねこれはねツイストとかそんなんじゃないです。もう普通に毛先をちょっとうねらせるぐらいの普通のパーマでいいです。問題ないです。あんまりこう変なツイストとかなんかスパイラルとかやんない方が絶対いいです。でこのちょっと若めの時、若い時とかこの時はまあウルフですね。うん、ウルフスタイルけどあまりウルフしすぎないウルフスタイルみたいな感じですね。襟足も長くて出すんだけどもあんまりこう出しすぎないでこっちに重きを置いている、こっちのボリュームに重きを置いている、まあ普通のショートでいいんですけども襟足長めのマッシュショートみたいな感じです、もうこの時代の、うん、ただそのなんだろう、この時は結構この辺ツンツン出てるじゃないですか。なのでもうウルフ感を出すために結構上の方は段を短くつける。今って結構マッシュウルフみたいな感じだとここのさ、まあ、目ギリギリだったりとかでこうライン作って襟足長めでちょっと出すみたいな感じじゃないですか。で重さもそんなにこう短くせずに重さを残して量を減らしといてなんかチリ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 やるじゃないですか。そうでこの時はそうではなくてマッシュベースでこうラウンドしてマッシュベースで切るんだけども段をつけることによってこうチリチリっとした感じの動きが出るので、今のそのマッシュウルフみたいな感じのちょっと違ったウルフスタイルですね。うん、だから段をつけるとこういう風になりやすい、段をつけないと今っぽくなるっていうのがちょっと違いであります。バランスは、うん、まあ襟足あんまり長すぎるとやっぱ重ながりに見えやすいんで、やっぱここの重きを持ってるっていうのがバランスは取れてるのかなと思います。でこの時なんかはこの時シンプルですね。けどあんまりね、そうじゃないか、刈り上げはしないんだよね。あんまりこう前顔周りというか横本当に耳ギリギリラインでこう重さが乗っかってきてるので、多分ここの部分だけ下の部分でこの時なんかはちょっと甘めに短く刈り上げてつなげる感じでマッシュベースで切って
で後ろ盆の久保ぐらいまで来て、そこまではつなげてるって感じで、あんまりこう2ブロックっていうような形はあんまり取らないです。角脇さんのこの今まで今紹介してるヘアスタイルは、うん、甘めに切ってつなげてあげるっていうような感じですね、うん、でしっかり段をつけておくことによって、この辺の筋とか束感とかが出やすくなる、うん、これは ね量が少ない人がこのぐらいの短さにして調節しても、やっぱこの質感で出にくいんですよ。できることはできるんですけど、質感の面だったらやっぱもともと量が多い人だったりとか、まあ、いわゆる剛毛だったりとか量が太い人とか髪の毛がの方がやりやすいし、バランスが取れやすいし、角脇さんの質感により近づきやすいです、うん、なのでまあね、好みにはよりますけども全然いいと思います。僕はこの時なんかは、うん、さっきのこうもっとショートっぽい感じですよね。短めのショート刈り上げてなくて、襟足もあまり伸びすぎてなくて、で上に重きを置いてる普通のショート刈り上げないで、その短いスパイラルショートみたいな感じ、スパイラルショートっていうのかな今、うん、なんかツイストの短いのちょっといっぱいつけるか、ちょっと束感量感を減らして束感を出していくか、うん、ちょっとまあやりたい人はこれにちょっとこういう感じでちょっとパーマを短くてもかけても全然いいと思います僕は、うん、でちょっとチリチリとしたのをファイバーワックスとかでちょっと揉み込みながらセットしてあげるっていうのがいいと思います。ただ顔ちっちゃいけどもおでこ広いし、上には持ってきてるから、よりこうちょっとなんだろう、立ち上がり見えやすい、わかりますかねこれは、うん、なのでどちらかというと、まあ、ここをペタッとさせて横にバランスを取った方が髪型だけで言えばうん、ただイケメンだから別に何も問題はないっていうこと、うん、おでこが広い人って特にこう目が長くなりやすいと、立たせたりとかね、長くなりやすいとより見えやすくなってきてしまうっていうのが一つあるので、まあね、好きだったらいいですけど、注意しながらその辺は見てもらえるといいのかなと思いますね。まあパーマかけないと難しい、もともとくせ毛だとかだったらねいいですけどね、うん、まあ、この時のウルフスタイルなんかはちょっとなんだろう、バランスが違って、この上の部分に関しては短く切ってるけども、横がちょっと長めに残してるんですよ。そう、横長めちょっとこう耳にかかったりとかさ、ちょっと長い毛がピピピピ出てるんだけども、この上の長さがちょっと短くなってるので、横のバランスも取りながら縦のバランスも取ってる、だから両方取ってるような感じなんですよね。上の長さに対して横短くしちゃうと、多分ここ短くなっちゃってもっと重長っぽく見えやすいんですよ。かといって横の長さだけ長いから、このバランスに対して上も長いってなっちゃうと、ここ立たすような感じのバランスだったりとかがまた違ってきちゃうんですよ。でしかも襟足もちょっと薄く長くなってるので、なのでここは長くてここは短いっていうバランスのヘアカットになってます。でまあ後ろね、これ多分ね、後ろ短くてもいいと思うんですよ。僕今こう隠して見てるんですけど、後ろの襟足が短くても全然ショートでいけるようなバランスにはなるので、であとはおでこが例えば四角っぽい、長方形っぽいというか四角っぽい人だと、ここを長く残してちょっとここを隠すような感じにしてあげると、これだけで全然違うので、そう、長くしてね、ここをちょっと隠すような感じ、ここの生え際というか、ここをギュッと隠すような感じにしてあげるだけで、ちょっとここがギュッと詰まってくる。男の人ってここ特に大事なので、キュッと詰まってるのがすごいかっこいいなと僕は思います、個人的にはですけどね、うん、なのでまあそこはね、好みによって合わせてもらえればいいかなとは思います。うん、まあ、この時なんかはすごい短いヘアスタイルですね。うん、まあ、この時も前髪短いのがポイントなのかな。おでこ広いから前髪短くても全然いいですし、まあ、刈り上げてる、この時はね、甘めに刈り上げてるかな。この耳上1、2センチぐらいまでがっつり切って、ボンドクモまで行って、これはけどね、全部つながってると思いますよ。うん、それか、甘めに2ブロックになってるか。うん、ここを12ミリとか9ミリとか、ちょっと長めに刈って、で、上からもう本当その刈り上げにこうかかるような感じで、もう本当に合わせるような感じで、かからせて、もうショートに切ってもらって、で前髪だけちょっとアシンメトリーに切ってもらえれば全然いいかな。うん、前髪ちょっとアシンメトリーだと思います。少し角脇さんってこうおでこが多分他のところ見てても、上げてる時見ててもやっぱお腹に見えやすいっていうバランスがあるので、多分ここの前、ここに前髪をこう下ろすことが結構あるんですよね。さっきの写真もそうだし、前髪作る時もこう下ろして
作ってる、ここを隠して作ってるバランス結構多いので、まあそれは多分なんだろう、まあ男性の人は薄い人でもそうだし、おでこが広くてこの辺がちょっと気になるっていう人は隠してバランスを取ってあげるっていうのも一つの手だなとは思います、うん、これ結構ツヤっぽくなってるけど、まあワックスなのかな、ちょっとツヤっぽいワックス、なんかまあなんだろうな、グリースとかでもいいし、ちょっとツヤっぽい仕上げの質感の方がいいかな、僕は好みだと思うので、まあいろいろとね、まあ、短いのも長いのもウルフもありますけど、ちょっと自分に合わせるような感じでぜひやってみてください。バイバイ。